モデルプレスイコール2024年4月14日、EVENTEEN、セブンティーンの弟グループ、TWS、トゥアスのインタビュー連載。ソロインタビュー編の第5弾は、JIHOON、ジフン、18、が登場。写真、セブンティーンの弟分、K-POP の新星がイケメン揃い、TWS インタビュー連載 TWS は、PLEDIS エンターテインメント、以下、PLEDIS からセブンティーン以来約9年ぶりとなるボーイグループ。モデルプレスでは、1月22日にファーストミニアルバム、スパークリングブルーでデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施。デビューして変化した心境や活動の原動力になっているもの、そして夢を叶える秘訣に迫った。JIHOON、DOHOON は、とても温かくて面白くて笑う人、デビューから環境も大きく変わったかと思いますが、心境をお聞かせください。JIHOON、本当に多くのことを学びました。待ちに待った夢の瞬間が現実と化して本当に幸せな気持ちでいっぱいです。ファンの皆さんと直接会うこともできるようになったので、たくさんのパワーをもらって、これからもっと頑張らなければいけないと決意を新たにしているところです。メンバーで一緒に過ごす中で、知り合った時から一番印象が変わった人を教えてください。JIHOON コロン DOHOON ドフンのイメージが一番変わりました。最初に会った時は滅多に笑いもしないし、なんとなく冷たい感じでしたが、仲良くなってみると、とても温かくて面白くて笑う人だというのが分かってイメージが一番変わりました。HANJIN、ハンジンさんは、JIHOON さんが最初会った時はお互い話もせずに挨拶する程度だったけれども、メンバーになって一番印象が変わって仲良くなった、とおっしゃっていました。JIHOON、知りませんでした。今では仲良しということですね。JIHOON、本当に仲良くなりました。JIHOON、セブンティーンの一番力になった、言葉とはメンバーの皆さんにとってロールモデルはセブンティーンさんということですが、JIHOON さんが具体的に目指している姿勢やロールモデルになったきっかけを教えてください。JIHOON、ステージに臨む姿勢やチームワークの良さを見て見習いたいと思いロールモデルになりました。チームワークがとても良くて、そのチームワークの良さがパフォーマンスやステージにとても前向きに現れていてエネルギーを感じます。なので、僕たちも見習わなければいけないと思っています。先輩からのお言葉で力になった言葉はありますか？ JIHOON、セブンティーン先輩が僕たちのパフォーマンスを見て、本当にうまくやっているので頑張ってほしい、など、本当にいろいろと励ましてくださいました。そして、本当に誇らしい、という言葉を聞いたとき、一番力になりました。JIHOON、困難を乗り越えた方法モデルプレスの読者の中には、今、様々な不安を抱えている読者がいます。そんな読者に向けて、これまでの人生で辛いことを乗り越えたエピソードを教えてください。JIHOON、デビューするまでに、確かに大変なこともたくさんありましたが、地道な努力と、できる、という意思一つで僕の夢を叶えることができたと思います。本当に時間がかかっても、必ずできると思えばできます。そして、僕が皆さんにやれるという信念を伝えたいです。JIHOON の夢を叶える秘訣そんなデビューという一つの夢を叶え、さらに今、新たな夢を追いかけている最中だと思いますが、JIHOON さんが今思う、夢を叶える秘訣を教えてください。JIHOON、自分がやりたいことが何なのかを具体的に知り、それを実現するために努力をし、絶対にできると思えば、必ず実現すると思います。ありがとうございました。JIHOON インタビューこぼれ話取材中、常ににこやかな笑顔を絶やさなかった JIHOON さん。撮影で、オーバーオールの肩紐を持ったポーズをお願いすると、オーバーオールの片方が外れたデザインだったため、片方は紐をつかみ、もう片方はエアーでグーにして掴んだポーズに。
もう片方の手は楽にしていいですよ。と伝えると驚いた表情を浮かべ、照れ笑いしていました。モデルレス編集部。